部品かしらね。これか。ああ、これは曲げると回らんのやな。なんかロック。ロックされとるやな。よいしょ。よいしょ。おっ、こいつを回すのはどうすりゃいいんや。こいつを取らんとちょっと厳しいな。このぐるぐる巻きを、このぐるぐる巻きを取らんとちょっと回しきらんな。ここはソケットが、ソケットも入らん、スパナも入らん、何も入らん。へへ、入れ込まった。これ何のオイルかな、エンジンオイルかな。エンジンオイルがとは別のような気もするけど、一緒かな。とりあえず曲げてもいいか。これ何これ。まとまった。すげえなこれ。タービンが取れるかな。おおお。日産モーターターボが取れました。これいけんのかな。このタービン大丈夫。
あとはこの駅マニを外すだけやな。はい、はい、ここにサーモスタットが入ってますね。結構大事な、まあ、今回交換する部品の一つ、この中にサーモスタット、まあ、大体悪くなる部品の一つで、オルターはもう外してもいいかな。まあまあこうなるわな。やばくね。15年ものっていう感じ。これはまあここまでバラさんとまともに走らんですね。こんだけのものがここにあったら冷却水がねうまく循環しないです。たとえしたとしてもこれがどっかに詰まるんです。ええことになります。これはかなり腐っとんね、この水路が。水を入れたまんま、要は長期間放置してた。しかも、クーラントじゃなくて普通の水道水だった場合、もうこういう風になるわな。クーラントやったらここまで腐らんと思うんやけどね。まあクーラントでもさすがに15年ほっときゃこういう風になるかもしれんけど、もう水道水だったりするともうこれもんですよね。これはちょっと水路かなり水が通るとこかなりこう念入りに
圧かけてジャバ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 せんといかんかな。これは大丈夫かな。大丈夫じゃねえわな。まあしょうがねえな。はい、少しずつやけど、ちょっとバラしてます。できるとこからね、外しやすいとこから外してるって感じなんやけど、まあとりあえず駅前に関係外して、タービン外して、それからまあ上のインマニアまだちょっとガチャガチャいろんな配管がつながってるんで、ちょっと手出しかねてる、ちょっと手出しにくいなと思ってちょっと後回しにしてるんやけど、とりあえず前回り、サーモスタット、サーモスタットはまあどっちにしろ交換する予定というかね、変えないかん部品なんで、外してみたら、まあ案の定はい、小乳洞みたいになってました。あれはさすがにね、やっぱりあのままの状態で、冷却水ね、例えばクーラント入れ替えたとしても、腐れっていうのは取れないんで、もう下手したらね、循環してどっかが詰まる、でオーバーヒートしてポンとなる、もうまずい、あれはまずい。なんでまあ一応水が通るところっていうのはまあジャブジャブ洗って、あのドロドロを取り除かんと、後々エラー目にある。ちょっと分からんけどね。まあエンジンはかかるのはかかったけど、冷却がねうまくいくかどうかっていうのはちょっと本当にもうやってみらんと分からん場合があるんで、まあとにかくね部品が多くて、もう今まで僕触ったことのあるエンジンといえば、まあ、M 型エンジンと、まあ、サンバーのエンジン、あと昔 1J はちょっとだけ触ったことあるんやけど、まあそれでも触ったっつってもね、ちょこちょこちょこっとメンテナンスしたぐらいやけど、まあ、あとは、まあ、L 型エンジンとかね、あの辺は、まあ、まあ直列、要は直列やね、直列のエンジン、直列4気筒とか6気筒、この辺のエンジンっていうのは割とまあ簡単、簡単っていうか、もう構造がねシンプルで分かりやすいんよね。インマニがあって駅マニがあってっていう流れがね、こう片一歩ずつなんで、これはもう両方に駅マニがあってぐるっとね駅マニがつながってタービンに行って、なんかでまあ上側がもう要は真ん中がインマニっていうことね、 V になってるんで、もう外側が駅マニで真ん中がインマニで、吸気の方、すごい複雑でね、6気筒これはね、本当難しい。まあ、例えばこれがキャブレターだったら、アメ車の V8 のねキャブレターとかだったらもう少し部品点数が少ないと思うよね。駅マニはもう8本バッとあって、真ん中にドンとシングルのキャブレターでっかいのがあってっていう感じやと思うんやけど、まあ、電子転用っていうかね、要はインジェクションなんで、もう電気とかオイル、あとこういうまあガソリンの流れね、燃料の流れ、オイルの流れ、水の流れ、それから空気の流れ、もういろんなものをこう右往左往この辺がしとる、それがちょっと複雑かな。まあ、あとまあここね、ウォーターポンプがこの奥にあると思うんで、でまずタイミングベルトも変えないか、なんでどっちにしろまあこのカバー、こいつをまあ外すことになるんかな。外さんと変えられんもんね、タイミングベルトはね。っていうことはこいつも外さないかのか、これ外しきるかどうか、もうそれがもう心配でしょうがねえよね。このクランクのプーリ、これはまあここをこのネジ緩めてプーリープーラーでガチンと外さんと多分出てこんと思うんやけど、このネジが、ま、果たして回しきるんかどうかっていうところね。インパクトはあんまり、クランクプーリーはインパクト使わん方がいいって言われてるけど、もう回しきらんかったらしょうがねえよね。もうクランクが回るけんね、ギアなんかあったっけな、そんな道具が。多分これ外さんと
このカバーは取れんと思うんやけど。取れるんかな。まあ取れそうやな。これ外さんでもこの、要はこのタイミングチェーンのカバー、タイミングベルトのカバー、これはなんか外れそうな感じはしますね。これ外さんとこいつが外れんとかね。あとデスビーとか、まああとこの辺燃料のやつ、まああとこの辺も水の流れがあるんで、ちょっとなるべく外していきたいっていう感じですね。はい、まあということで、まだまだ全然途中ですけども、どん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 部品外してって、ね、あ、外した部品はまあ少しでも、まあ、磨いて、まあ色塗って、そんなにねピカピカにする感じでもなさそう難しいよ。とにかくね、まあ汚れてるのとか、オイルとかそんなんは全部取り除いて、こういうサビとかもまあまあある程度取って、だから同じ色を塗って、それからまあこういう、バキュームホースとかね、こういうホース、ホース類は全部交換、同じ系のやつに交換して、それから組んでいこうかなという感じですね。もうこれね、オーバーホールなんてとてもやないけど無理ですわ、けわからず、はい、まあそんな感じで、できる限り、できる限りというかね、できることをやって、まあ一応ね、もう一個ね、もう一台ターボ、2000のターボのエンジンがあるんで、まあわけわからんことになったら、まあそっち見れば、お方はわかるかなっていう感じもするんやけど、ちょっと本当、予想以上にね、思ってた以上に難しいというかね、これはえらいもんに手出したなって感じがするんやけど、これはもう皆さんのアドバイスあってのものです。皆さんのね、アドバイスがなかったら多分進まないかもしれないので、もしよかったら、ここはこうした方がいい、ここはこうした方がいいですよっていうのがあればね、どんどんお気軽に遠慮なくコメントで、どしどし、そりゃちゃいかんとかあったらね、コメントでお願いします。はい、まあ、田植えがね、ぼちぼち始まる、田植えが始まるというかね、田植え前の種まきが、ぼちぼち始まりますんで、なかなかちょっと車いじりができんかは分からないですけど、そっちの方もね、田植えの関係の方も、撮影できたら撮影をしていきますので、僕の米買ってくれる方はね、やっぱりもう毎度のことやけど、毎年同じ作業の繰り返しになるんやけど、一応まあ作業工程というか田植えのね流れ、どうやって米ができるのかとか、どうやって作ってるのかっていうのは買っていただける方も含めてね、皆さんに見ていただきたいと思いますので、その辺も撮影していきますので、これからも応援のよろしくお願いします。はい、今日は以上となります。ありがとうございました。